ピンキー、カラカラ鉄道、カラカラ鉄道から、ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ええってことでやっていくんやけどさ、私は今一体何をしているんだ。いや、あのヘイホのおもちゃ箱に入っとったんよね。で、いや、まだそこをクリアしてないと思うんやけど、今どういう状態ですか。おや、ふっふっふ、マリオさんは持っていないんですね。証ですよ、強さを証明する証。ふっふっふ、僕は持ってますよ。そこの道場でバトルして師匠にもらったんですよ。バトル。ヘイホーのいたずらにはうんざりしています。こんなに迷惑な連中じゃなかったはずなのに、人の大切なものを平気で盗んでいくなんて、なんてひどいやつらなんでしょう。あ、あれや、なんか計算機だけ取り戻したんやったよね、確か。そうそうそう、で他のものをまだ取り戻さんといかんのや。キノポンの辞書が盗まれました。ヘイホーたちと来たらどうして人の大事なものを盗むんでしょう。ねえ、道場ってどこ。あれってか、あれはヘイホーのおもちゃ箱はどこだ。こっちじゃなかったっけ。ねえ、さっき言ったそこの道場ってどこ。そんなのなかったよ。そうそう、お金を貯めて、今お金33、いや足りねえな多分。ここやったよね。さあ、行きますか。挑むぜ。え、なんか左側を行ってさ、あれよね、のそのあれよ。ゲットしたんよね。ブルー駅へようこそ。でもここからはどこへも行けないんです。駅があって線路があっても電車がないんじゃ次の駅まで行きません。意味が分からんのよね、これ。何なんやろうね。ピンク。ピンク。来ないでください。へえ、ついてこないで。この裏とか、全く抜けれない。はっ。何？見つけない。え、何？え、なんか跳ねたよ。どういう仕組み？あれ、バネみたいになっとん。ここ普通に飛び越えれるんかな？下誰かおる？はぁ、あ。普通に行けた。あそこの扉は別に入れんのかな？なんか飛ん、なんか持ってる？いや、でも別にあれは、別にあれは取られた何かではないな。来ないでください。この辺の絶対なんか関係あると思うんやけどな。何も関係ないんか。さっきブロックの上に乗って叩いたらなんかなったよね。ここなんか上がっていけんのかーい。絶対なんかありそうやのに全然何もない。え、待って、行き止まりなんやけど。じゃあ絶対どっか行けるやん。なんか絶対その辺入っていけるはずよ多分。え、だってこれね、あからさまになんか穴開いとるやん。じゃあ一旦回復に戻ろう。何をすればいいんだ一体。どこに行けばいいっていうんだ。え、あの左側の部屋ってさ、まだなんか行けるとこあったっけ。コインまだ足りない？ 30、 え、いけるよね39コイン。A ドレアップする、いけるよねこれ。はい、やってみます。ほら、いけるいける。よし、決まりだ。あんたの今の能力の最大値は HP が25で FP が 15BP は9だ。どの能力をアップするか決めてくれ。どうしよう。でも体力少ないんよね。でも技も使える回数少ないし。めちゃくちゃ困るんやけど。どれをあげるべきなんだこれは。
とりあえず HP にしとこっか。とりあえず HP で。よし、わかった、ハートポイントだな。それじゃあ行くぞ。次またフラワーポイントにしよう。よし、これであんたのハートポイントはアップしたぞ。他の能力がちょっとだけダウン。それ言ってさっき。いや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 、マジか。それはまあ仕方ないさ。ダウンはさせないでくれよ。なんで外すんだよ、バッジ。それとつけていたバッジが外れちゃってるから、ちゃんとつけ直してきなよ。それじゃあアバよ。何がダウンしたの？待って、フラワーポイント15やったっけ。何5ポイント下げてくれたの、やめてや。え、せっかく、多分前回私レベルが上がってフラワーポイントを上げたんよ。ふざけんなよ、おい。え、つらー、どういうことなん。くっそー。え、待って、バッチポイントも下がっとるやん、3。え、信じられない。え、ハートポイント以外のすべてのポイントを下げたの？ないわ。あ、待って、でもこれ、ハート増えるでさらに増える。ちょっと待って、今、私、ハート、最大が30。あ、で、そこに一応、バッチでプラスして、さらに5増やせるんか。なるほど、なるほど。まあ、それはいい、か。それはまあ、うん、いいんですけども。んで？まあ、ガツンジャンプかな。ガツンジャンプで、あと2か。このミニミニ踏みができるようになるの、ミニミニ、ミニミニ踏みがよくわからんねやけど。地震ハンマーも欲しいよね。で、あと1。ピンチでラッキーかな。なんか意外とバッチつけられたな。ね、結構つけたね。4つつけたよ。まあ、これで一応、まあ、ハートポイントが最高35。まあ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 。で、まあ次増やすのはフラワーポイントやね。くそー。まあでも上がったけんな。やっぱ体力ないのきついもんね。一応フラワーポイントはなくても、普通の攻撃はできるわけやん。けど、体力なかったらね、まず何もできんけん。休ませてください。はい、止まります。えらー。よく眠れましたか？それでは元気でいってらっしゃい。よしよし。そして、セーブ。さあ、じゃあとりあえず右側を。ちょっと待って、なんかさ、いけそうでいけんのよね。どういう、絶対あそこ登れると思うんやけどな。てか電車がないけん何もできんみたいなんよったやん。電車はどこなの？じゃあ一旦もう一回、もう一回君もう一回君戦いません？戦います。ふわーっとした喋り方やのんな。まあ、体力がどれぐらいあるんかは知らんけども。あー、ほら。え、登れた。なるほど、ジャンプで登るんか。なるほどね、階段で、ここはいけるやろ。よしよしよし、やったー、やっと行けたよー、嬉しい。あっち側誰かおる？え、今のところは誰も。とりあえず進めたぞ。なんか今、キノコが置いてあったね。ちょ、待って、一旦、こっち行って、で、ちょい、違う違う違う。違う、あの上の、ハテナブロックが取りたいんだ、私。あれは一体どこなんだ？この辺りか？あ、よしよしよし。で、パレッタか？よーし、オッケー。落ちたー。このなんかさ、前後の感覚がよくわからんねよね。
雷ゴロゴロ、雷を敵一体に落とす攻撃力は5。絶対いるやん。お菓子の素って何にいるんやろ。あー、あの料理のやつか。フライパンがないんよね。待って、スッキリドリンク、ボロボロハンマーいらんやろ。ほい、その場にあるんやな。キノコ、うん、これ普通にさ、かける2とかにしてくれたらいいのね。まとめろよ。ビリビリキノコ、ライム、ね、しなびたキノコいらんな。うん、ってかさ、これいらんって捨てるんじゃなくてさ、なんかその場で使えたらいいんやけどな。もったいね。あれやな、使ってから拾えばよかったやな。お店の鍵をゲット。お店の鍵、やった。キノコタウンのお店の倉庫の鍵、持ち主に返そう。やったやった、あったよ。イエーイ、帰ろ帰ろ。とりあえずこれで盗まれたもの2つ目。え、あと何個あるんだ。あと消え、ついてこないでくれ、やだ。あと辞書とフライパンの2つかな。どうだろうか。ぐんな、え、戻った。ついてこないで、こけた。あのこける感じめっちゃ可愛いんやけど。よし、これで一応進んだよ。よしよし。どこのお店あったっけ。ここ、あ、ここはお店じゃないんか。ここか。またおる。こんな定期的に現れるんや。よう、こんにちは。毎度おなじみのレベイラ様だ。話しかけてくれて嬉しいよ。本当なら390コインのところだが、あんただけは特別に39コインのおまけだ。でもしょっちゅう現れてくれるのは助かるけど、結局他のが下がってしまうってなるとね、どうなんやろ。もう相対的に、こう全体を見たらちゃんと上がっとんかな。わからん。鍵あったよ。あ、マリオさん。兵法にお店の鍵を盗まれてしまいました。あの鍵がないとお店の倉庫を開けられないんですよ。あー、どうしよう。あるよ。どうぞ。うわー、マリオさん。お店の鍵を取り返してくれたんですね。ありがとうございます。助かりました。いえいえ、よかったよかった。倉庫の中にあるものならどれでも好きなものを持ってってください。やった、お礼。鍵を取り返してもらったお礼です。ありがたい。でも今持ち物いっぱいないよね。持ち物って増やせんの。いらっしゃいませ、ジェフの店へようこそ。本日はどんなご用でしょうか。いや大丈夫です。あー、なんかいろいろあるよ。これ何。雪やコンコン、雪だるまで敵全体を踏みつける、攻撃力は4。ほうほう、とりあえず攻撃力低いやつ置いとくか。スッキリドリンクもまあいいかな。これビリビリキノコ、とりあえず今持っとるやつよね。これはおもちゃの電車。とてもよくできている電車。本当におもちゃ。おもちゃので、これ乗れるやつ、もしかして。だって兵法のおもちゃ箱やもんね。あれおもちゃ箱の中ってことやろ。ってことはこれ実際に使えるんやない。ぐるぐる目回し、うまくいくと少しの間敵全体の目を回して動けなくする。どうかな。いやー、でもなー、別にかなー。じゃあこれもらってくね。ありがとう。助かる助かる。何これ、ストーン帽子。少しの間行動できなくなるが、その間ダメージも受けなくなる。なるほど。ねえねえ、電車持ってきたよ。電車使える。おー、使える。ほら、え、おもちゃの電車を持ってきてもダメですよ。ここでは使えません。おもちゃはおもちゃ箱にしまってください。え、おもちゃ箱の中でしょこれ。お店の鍵を返してあげたんですか。お店の人もさぞかし喜ばれたことでしょうね。でも私はちょっぴりブルー。やはり電車がないのでお仕事が何にもないのです。え、どうすればいいの。おもちゃ箱やん、ここ。おもちゃ箱にしまいに来たんだけど、ここから直接投げ入れれるってことか。うわっ、
これで現れた？かわいいな。全然電車って感じじゃないけど。よし、じゃあこれでいける。これでやっと他の駅に進めるんだな。電車が走るようになりました。いつでも出発できます。よしよし。キャッキャ、聞いてください。どこからか電車が降ってきたんです。これで電車が走ります。さっき私が見せた電車なんだけどね。じゃあ進みますか。連れてってね。どうやって行くのこれ。え、ねえねえねってば。駅の前にあるスイッチで電車の進む方向を決めることができるんです。どっちに行くか決めたら声をかけてください。電車を発車させますよ。行くよ。ピンクに行くよ。どこに行きますか。ピンク駅です。出発進行。ふう、やっと進めた。まもなくピンク駅。来た来た、ピンク。ピンク駅、ピンク駅に到着。これであと緑と赤があるんか。よし、セーブ。んで、フライパンを持った兵法が右の方に走っていったよ。また誰かから盗んできたのかもしれないね。料理でもするつもりなのかな。まったく困った連中だな。てかここにいるキノピオたちは一体何なの。宝箱。手紙の袋をゲット。手紙がたくさん入った袋、郵便局に返そう。お、じゃあここでもう袋とフライパンが手に入るんか。あ、またなんか、あ、でもそっか、役立つアイテムなんよね。やった。なんか上に宝箱あるけど、だってなんかあの上に、にゃー、くんな、くんな、くんな。よっ、もう進み方。え、そっち、そっちに移るんや。待ってくれ、怖い。いやー、前後がよくわからん感覚が。これは何。ダメージヘールのバッジをゲット。マリオの受けるダメージが1減る。え、それはそれはいい感じがするけど。ちょっとやめてよ。前後の感覚がわからないんだって。こっちになんか登っていけるっぽいね。でもこっちはにはいけないのか。お、あー、それで降りるんや。へえ。なんか一個挟むんすね。降りそうな気が。え、向こう側行けるこれ。え、なに、そっちから。え、なに、なんか開いたんですけど、怖っ。ねえ、今なんかここ開いたよ。なにそれ、回転扉や。どうやったらいいんやろ。ハンマーで殴ればいいんかな。なあ、兵法増えた増えた。ねえ、どんどん増えてくんですけど、やだー。ねえ、行かせろよ私を。ねえ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 、入れてー、私を入れてよー。あ、お、入れた。なるほど、入れ替わり、ね、いっぱい来る。次のね、フラワーポイントを増やしたいんすよね。あっち側にはいけねえのか。あ、ここね。アイスの力のバッジをゲット。なんかいろんなものをいっぱいゲットできる。火の敵への攻撃力が2アップする。火の敵を踏んでもダメージを受けない。へえ。なるほど。あ、ここさっきんとこや。雷ドッカンゲット。攻撃力は5。ってことは、雷ゴロゴロとも違うんや。雷ドッカン。でも攻撃力は一緒なんよね。段階じゃないの。じゃあどうしよう。ファイアフラワー。いっか。で、
やったー、フライパン。キャシーのフライパンを持ち主に返そう。よっしゃー、これでとりあえず一旦帰ろう。うわー、もうめちゃくちゃ一瞬で帰りたい。じゃあまず手紙を、手紙の袋を郵便局に届けに行こうか。郵便局ってどこだ、こっちか。あれやね、ポストオフィス。オッケーオッケー。であとはもう辞書だけかな、多分、分からんけど。はい、手紙が入った袋を兵法に盗まれてしまって仕事ができません。町の皆さんの大事な手紙をお預かりしているのに困ったことになりました。はい、どうぞ。ああ、これです、これです。ありがとうございます、マリオさん。町の皆さんの大事な手紙が返ってきました。ささやかですが、お礼にこれを差し上げます。星のかけら。いまいち星のかけらが何の役に立ったのかがよくわかってないんやけど。はいはい、マリオさんですな、こんにちは。新しい手紙が届いていますな。え、なに、誰から、どの手紙を読みますか。誰宛ての手紙、みんな手紙受け取っとったんや、知らんかった。クリジーからクリオへの手紙。はい、どうぞ。前略クリオへ。マリオさんとの冒険は辛いか、楽しいか、どんなものじゃな。いろいろなところへ行っておるのじゃろうの。しっかり学んでくるのじゃぞ。クリオとマリオさんの冒険が光あふれたものとなるように、お尻に願いをかけておるからな。たまには顔を見せておくれ。ばあさんが寂しがっておるからの。より大きく成長したクリオが帰ってくるのを楽しみにしておるぞ、じいちゃんより。他の手紙ももう全部読んどこう。カメキ宛てはチャールズの妻。はい、どうぞ。カメキちゃん元気でやってるかい。この間カメキちゃんのお母さんがうちを訪ねてきたんだよ。ゆっくりおしゃべりしたんだけど、カメキちゃんがいた後だったから会えなくて残念そうだったよ。おお、入れ替わり。次に来た時にはご馳走を作るって言ってたから楽しみにして帰ってくるんだよ。まあ、いつの話か知らんけどさ。それからうちの人に会ったら少しは帰ってくるように文句を言っといておくれ。カメキちゃんも体に気をつけるんだよ、チャールズの妻より。で、あとはなんかクリオ宛てのやつさ、クリオ、ん、何、ブルーとレッドみたいなのあったやん。あれはなんか条件があるってことなんかな。灰色になって読めんかったけど。ピンキー、カラカラ鉄道、カラカラ鉄道から。はい、どうぞ。ピンキーさんへ。たくさんのボム兵さんたちの中でも特に美しい爆発のあなたにお願いございます。爆発、美しいとかあるんや。まだずっと先の話なのですが、カラカラ鉄道で新しい路線を開通した際に行うイベントを、あなたのその美しい爆発で飾っていただきたいのです。あなた方の冒険が終わった後、そして路線の工事が進んでから改めてお願いいたしますが、まずはご挨拶まで。カラカラ鉄道事業部。すげえな、仕事の依頼やん。レサレサテレサ一同。すごい。ピューピューヒルのテレサたちから慕われてるな。はい、どうぞ。レサレサお嬢様へ。先日はドゴボンの恐怖から私たちを解き放っていただきありがとうございました。お嬢様のお姿をあんなに近くで見られるとは思いもよりませんでした。それだけでも我々には心強いことでしたのに、ドゴボンまで懲らしめていただいて、諦めていた仲間も帰ってきて大変感謝しています。マリオさんとの冒険が終わりましたら、パーティーを催しますので、ぜひお越しください。テレサのお屋敷のみんなにも、よろしくお伝えください。ピューピューヒルのテレサ一同。お屋敷のみんなは入ってないんや。こんなに手紙が溜まってたんだな。知らんかったわ。全くもって知らんかったわ。で、フライパンはどこだ？こっちか？この辺、これじゃない？多分。あ、あったあった。あら、まあ、マリオちゃん、こんにちは。でもせっかく来てくれたのに今はお料理できないのよ、ごめんなさい。実は私の大事なフライパンを兵法ちゃんに盗まれちゃったの、困っちゃったわ。ほら、あったよ、フライパン。あら、まあ、私の大切な大切なフライパン、兵法ちゃんたちから取り返してくれたのね。どうもありがとう、マリオちゃん。いえいえ、私のとっておきのメニューでお礼をしなくちゃね。何か作ってくれるらしい。ふんふんふん。あらあら、
アイテムがいっぱいでこのケーキは持っていけないわね。アイテムを減らしてから取りに行ってちょうだいね。おう、ちょいと待ってよ、きっといいものであろう。持ち物、全くアイテムを捨てるとかができないんですけど、受け取らせろよ。まあ、でも多分普通に回復系だろう。よし、じゃあまあ行きますか。そのうち受け取るわ俺。